さあ、はい、なんかこんな感じでね、あの、はい、1週間喋り続けたんですけど、こちら。はい、喋りましたね。これをなんとか形にして、はい、あの、ゆるっと上げていこうかなと思います。はい、あの、やばい時にはもう、あの、なやんの猫動画。そうね、猫動画とか、あの、適当にあげるんで。で、あの、私の携帯でよければ鳥動画もいいねお渡しできる。え、鳥はどこにいるの？鳥は玄関先にいます。あ、飼ってるんだ。あ、そうです、それはなんか普通に見たいかもしれない。この3羽、うんうん、絵が描いてあるうちの左と真ん中はうちの子です。あ、そうなんだ。描いてもらいました、写真を買って。逆に一番右誰？一番右は足んなかったんで、なんかネットで拾った鳥の写真いくつか送って、描きやすいの適当に選んでくださいって言ってクリエイターさんになりました。うん、架空の子です。かわいい、これ。うん、一羽足んなかったんですよ、今じゃちょっと。まあまあ、じゃあ、あの、ネタに困ったら、あの、鳥の動画をあげるか、あの、うちの猫の動画をあげるか、はい、どっちかで対応していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そういう一週間が過ぎました。来週は、うん、来週は何を話そうかなと思っていて、はい、ちょっと紹介したい映画もあったりして、来週は映画ウィークにしたいなと思ってます。なるほど。なので、あの、はい、ふやさんの方でも何かおすすめの映画、はい、おー、OK です、あれば教えてください。はい、あの、特に縛りは、あ、一応 LGBTQ に関連するものがいいんだけども、はい、あの、その作品を通して、あの、LGBTQ 側から、あの、学ぶこともあるよね、みたいな作品だったら、すごいいいかなと思うので。はい。じゃあ、来週は映画特集をやりましょう。イェーイ。楽しみ。楽しみ。ちなみに、はい、僕が性別ゼロに戻るときは、本当だよ、映画だよ。映画です。ドキュメンタリー映画です。まずそれじゃないですか。まあね、まあ、なんか、そう言われてみればそうだった気がするみたいな。忘れかけてたけど、まずそれですよ。実はね、3月の31日までオンライン配信をやっていたんですよ。うん、そうですよ。うん。で、あの、4月1日から、あの、オンライン配信終了があって、はい、今はやってないです。で、4月の7日時点では発表してないといけない情報なので発表するんですが、はい、東京レインボープライドあるじゃないですか。はいはいはい、で、そこの、あの、今年はなんか完全オンライン型らしいんですね。あ、オンラインに決まったんですか、あれ。そうそう。あ、ニュースあったじゃん。TRP あったね。あの、オンライン型だったらしいです。別に時代についてきてなかった、それ。今来て、そうだったとね。なんか結局完全オンライン型になったので、はい。こちらも、あの、TRP の関連イベント、はい、として、あの、イベントをやろうかなと思ってます。オンラインイベント。で、それが、4月の29日から5月5日までの、はい、あの、長期間でのイベントになるかと思われます。なんと。はい。で、その期間中に、あの、映画はもちろんのこと、あの、はい、いろんなトークイベントの時の、あの、映像とかも残ってたりするんで、そういうものを、あの、順次、あの、公開していこうかななんて思っております。大忙しですね。大忙しですね。そんなようなこともあるので、来週は、そうね、来週はまずポクゼロの紹介をしないと。まずそこで、
なんならそれで1週間使ってもいいぐらいに至ると思うんですけど確かに確かにそうだわ。逆に後回しにしようかな。ああ、直前に。そうそうそう。ああ、なるほど。ちなみに水の湯もできたのは去年の5月の4日なんですよね。して作ったって、別にその時にイベントとかやったわけじゃなくて、ただ私がツイッターのアカウントを作った日ってだけなんですよ、うん、じゃあ1周年ということで。1周年、何か記念イベントはやるんですか？何にも考えてないですね